タルムシュテットは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州のローテンブルク、軍に属す町マチソンで、ザムトゲマインでタルムシュテットを構成するマチソンの一つである。この町は、アウトバーン A1 号線北側のトイフェルスモア、終焉部に位置する。この町の町議会は15議席からなる。この町の紋章は、緑地に銀の斧。 斧の下には重なり合った2本の金の輪がある。1993年からタルムシュテット教会少年少女合唱団がある。この合唱団はゴスペルや教会天霊音楽を歌う。この街にあるスポーツクラブがタルムシュテット体操スポーツクラブ 1908EV である。トゥス・タルムシュテットは多くの種目を備えた大衆的なスポーツクラブで、 1200人の会員を要している。クラブは4面の芝生グラウンド施設を持ち、このうち3面に人工照明があり、一面には大きなクラブハウスがある。体育館は町立の大きな体育館を使用する。1949年から毎年4日間、タルムシュテット展が開催される。この催しは10万人の来客者を集める農業。 機械、道具の展示会で、家族向け娯楽プログラムも用意されている。2004年からは、野外コンサート、ロックデン・ルーカスも開催されている。このコンサートでは、サブ 7E 分や、ジェニファー・ロストックといった、有名、無名のバンドが演奏を行う。この街は、ブレーメンやツェーフェンへ通じる修道 L133 号線沿いに、位置する。タルムシュテットとブレーメンの間には、 1900年から1956年まで、ブレーメンタルムシュテッド軽便鉄道が通っていた。この全長2 7トルの路線は、タルムシュテッドからトイフェルスモアを通り、ボルプハウゼンやアリー・リエンタールを経由して、ブレーメンに達していた。ありがとうございます。